そんなのは昨日の夜で終わっただろう、シキ。通路、何かの周りを回ってるのか。
嘘、四季君？先生、こっち。もううるさい。後で買ってあげますから、今はこれで我慢して。あの、もういいよ先生。ごめんな、乱暴だった。とりあえず落ち着いて。あいつらもういないみたいだから。いない。安全なの、ここ？とりあえずはです。ここにいる限り安全はないと思います。俺も落とされたばっかりで訳がわからないけど。で、そうだ、先生はどうして？いやよ、どうして安全じゃないの？安全にしてよ。私は生徒指導に来ただけ。女の子限定の怪しいアルバイトだって聞いたらほっとけないでしょ。残業なんて柄じゃなかったけど、たまたま目の前でうちの子が連れて行かれちゃったら放っておけないじゃない。ち
ス、落ち着いて、静かに、静かに。ねえ、どうして？おかしすぎる、意味わかんない。どうしてデパートの地下にこんなところがあるの？どうして死体が動いているの？どうしてこんなものが今まで発見されなかったの？それに、それに、それに、おかしい、おかしい、おかしい。どうしてあなたはそんなに平気なのよ。それは、ねえ、怖くないの？いっぱいいっぱい死体の山。まっとうな人間なら正気でいられない。慣れることなんてできるはずがないじゃない。私が普通なの、正しいの。ここで平気な人の方が初めからおかしいの。違いますよ先生。確かに俺はちょっと事情が違うけど、先生はそこまでやけにならないでください。息を吸って落ち着いて。先生なら耐えられます。たとえここが地獄でも、先生みたいな真っ当な人間だから耐えられるんです。え？だから大丈夫。落ち着いて、ノエル先生。あ、うん、無理、無理無理無理。私たちここで殺されるの。さっきはたまたま助かったけど、同じように殺されちゃう。じゃあそのたまたまを続けましょう。今は俺と先生二人もいるんです。助け合えばなんとか。でも一人も二人も変わらないってば。だって私さっきまで二人だったんだから。え？ちょっと待って、すみません、聞き忘れてました。そもそも先生はどうやってここに落とされたんですか？それはうちの制服の女の子がニット帽子の二人組と話してて、デパートに入っていって立ち入り禁止の札を無視して8階に上がっていったから、何してるのって呼び止めたらエレベーターに入れられて。
れで、おかしな広間に連れて行かれて、一緒にいた女の子がおとりになって私を逃がしてくれたの。そうだった、自分が捕まるから先生は逃げて助けを呼んでって。指揮官どうしよう、私さっきまで怖くてあの子のことを忘れてた。もう一人いたんですね。それはいつ？ほんのちょっと前。30分、うん、1時間、あれどのくらい前だったかな。ごめんなさい、わかんない。その広場の場所は分かりますか？ちょ、指揮官、何考えてるの？もしかして戻るの？下に？いや、ダメだってば！あのゾンビ、10体や20体じゃなかったんだから！それより、もう間に合わないし、そもそも助ける算段とかあるの？その子を助けられるかどうかは分かりません。でも、まだ生きているのかだけは確かめないと。行くの？私は行かない。行かないわよ。ごめん先生、できればここで待っていてください。一緒に来るよりは危険は少ないです。無責任、それ無責任よね。男の子なんだから私を守ってくれるんじゃないの？っていうか私を助けに来てくれたんじゃないの？すみません、それがそうじゃないんです。これ使ってください。でも指揮官はどうするの？他に武器あるの？なんとか見繕います。しばらく待っても戻ってこなかったら先生だけで逃げてください。お返しします。わかりました。正直言うと嬉しいです。先生がいてくれると俺もほっとします。あとはできるだけ音を立てないようにお願いします。うん、出ない、任せて、ちゃんとついていくから。いいけど四季君勇気あるのね。ないです、全然。ヤバそうだったら逃げます。じゃあ行きます。足元気をつけて。